はい、今日もバルダンダース占いやっていこうと思います。はい、コメントでね、勝ってほしいけど負けてほしいみたいなね、勝つと動画のこのシリーズが終わっちゃうんで、ずっと負け続けてたら一生このシリーズ見られるだろうみたいな話と、あとはリコールいらなくないっていう話があったんですよね。確かに、まあでもね、確かにいらないといえばいらないんですが、ゼネスが魔力2桁の時にはめることができると相当アドバンテージ取れるんで、1試合目みたいにね。そう。だから、まあ入れときます。あとは、前回、クイックサンドが決まらなかったんで、ゼネスにヘイストを打つっていうのもありだと。なるほどと思いました。その辺を踏まえてやっていこうと思います。そう、リコールで序盤でね、はめられると、結構ね、1、2周目で、ゼネスがお金ない状態でリコールすると、割といいというね。いやー、これダメなパターンだな。違うか。これはクイックサンド捨てて。わー、イビル。早速イビルか。後ろが当てないところに置いてくれたのはすごく嬉しい。ラスト。ラスト欲しいが、今いらないのはなんだっていう感じだね、これ。まあ、とりあえずトライアンフするが。ワッチ。クソダイス。わー、これ逆に。いけるか。あ、置いてくるな。置かないで手札が溢れたら。どう考えて。あー、いいバルダンだが、これは飛来神になるってことか。待てよ。置くと打たれる。なんて、リコールもありだな。まだ早いな。置くと打たれるんだよな。今でもお金、情報、146。じゃあ打たないね。で次、リコールで一回はめ。打つんだ。あの、マジボ2発ならまだいいか。マジボの上にイビルとか打ってほしいんだよな。で、これでクリーチャー置くと金がなくなるでしょう。で、置く。置かない。置けないな。ここでリコール。むしろクイックサンドではめられる可能性まであるな。だから僕もダイスだとか。ゼネス。あ、もう一発マジボ打てるか。打たない。金がないから打たない。いや、打ってくる可能性もあるな。もう一回リコールもありだな。打ってこないことを期待しよう。何もしない。何もできない。いやー、もう一回リコールはめしてからにしたいな、これ。で、トライアンフでここレベル上げてってことができるから、もう一回リコール打つかなぁ、マジボ。打つかなぁ。もうこう捨ててくれるのは嬉しい。打たない。よしよし、何もできない。アンエレ。アンエレ打ちたいね。アンエレ打ちたいけど、捨てたいのがまあ、ない。いや、これ、いらんか。ここは金が。絶対ここ上げるだろう、将来。足が遅いんだよな、とにかく。これどんどん捨ててくれると結構嬉しいが、デコイは置くだろうな、これ。そうだ、置くと、さらにお金ないから何もできない。1、2、3、4、5、6。このマップ6まで。ああ、僕はリコール打てない。しまったな。あれにすっても交換されるだけかな。うん、でも打っときたいな。横移動するだけか。なんか、横移動させるっていう暇。6が出ると悲しい。いくら入る ?3 も減らんか。300上げたいんだけどな。
まあ、200ブレイブよし。で、リコール打つと。うわ、マジ、打つかな、打たない。よし。で、ここではめると。今、ヘルブレアいらんな。で、クイックサンド。さあ、マジボも打てないでしょう。ギリギリ打てるけど打たないでね。よし、ここでクイックサンド。あー、クイック打てねえ。くっそ。リコール打っちゃったからだ。しまった。余ってくれ、余ってくれ。いやー、撃たれちゃう。マジボ撃たれちゃう。くっそ。これもおかしい。おいよ。くそ。もう絶対マジボ撃たれちゃうな。くそ。いやー、ちょっとミスったな。捨てろ。くそ。イビル捨てろよ、イビル。これ、リンカネして、ゆっくり歩けよ。くそ。まあ、横移動する？しない。やばい、やばい。サイレンス。クイックもやりたいのに。くそ。とりあえずイビル打たせるか。仕方ないな。サイレンス。ラストもいいんだけど、もうインカネしかないな、これ。くそー。いやー、いい感じではめたんだけどな。今ならどこでも落とせるから、バルダン出ろ。バルダン出ろ。で、シャッターも出ろ。シャッターも出ろ。シャッターもない。くそー。くそー。頑張ったのになー。だいぶ捨てさせた。だ、捨てさせたが。で、めっちゃレベル上げてくれれば。マジボ打たない。地形変化。くそ。220。くそ、絶対打たれるなー、これ。ということは、ホープしかない。チャリとかやってる場合じゃないな。ホープ。Wind of Hope。 さあ、シャッターが出なかったのかな、リンカネで。シャッター4枚入ってるはずなのに。テレキ。テレキもいいな。フライか。4!4!置くか？置こうか。出せる。いやー、悔しいな。マジボですことが済んでしまうっていうのが悲しい。悔しい。悔しい。悔しい。序盤のハメには成功したんだが、ちょっと、いろいろ。あ、これ 100G 使ったから、もうお金がない。よしよし、チャンス。チャンス。もう下げて。バルダンで、もう一回バルダン送る。です。シャッターでイビルを壊すと。You've got a reward. Good luck to your next journey. あそこに置きたいからちょっと待とう。やつは56しかないから、ウィリス置けるけど。どうする？ウィリス置けるけど。他、ない。置けない。シャッターナイス。ナイスシャッター。テレキで自分のやつを動かすという意味で、これはよし。オープンもいいんだけどな。ちょっと今はシャッター。これでイビルブラストを壊せれば、割と良い。ああ、遅えな、足が。一回待つか、これ。一回待つか。一回待つか。で、大体超えるんだよな、パターンとして。おいおいおい、危ねえなぁ。あ、マグラス来た。テレキ。テレキ。レベルを上げられる前にずらすか。テレキニシス。自分もずらしたいとも言えるんだが。ここは一番レベル上げられる候補だからね。おしおし。いや、チャリオット捨てちゃったなぁ。どうするこれ。でも、行こうか。行こうか。横移動、横移動で頑張ろう。
交換するかな、移動するかな、何もしない。よし、あ、置かなきゃよ。あー、苦手だ。こういう時出るんだよね。いいね。これ、そうですよ。これリコール効いてるでしょ。相当数な数の、カードディスカードしてる。これ無駄なマジボンを打ってくれてるし、マジボンもう3発使ったから、うわ、こういう横移動で倒せばいいだけで、その金がやつにあるかどうか。36しかないでしょ。これ倒せる。これだ。オーディナンス使って倒せるね。くそ、倒したいのに。で、小さいダイス。あー、出ちゃったか。そうすると、何をお持ちですか？グレアイと、グレアイと、何をお持ちか。こんなにいらんな。はい、待てよ。でも、どれもする。ぐらい。まず、レベル上げさせない。序盤かなり。おいおいおい、2以上でしょ、ここは。くそー。まずいね。1、2、3、4、5、6が出るとやばい。6が出るだろう。6以外で。6以外でお願いします。出るんだよね。ですよね。そんな時のためにアワーグラスを入れたんで。くそ。フォーサイト。シャッターかな。これをとりあえず倒しに行くと。やっぱ勝てないな。防具は切れないから、切れるとしてグレアムだけど、オーディナースで倒す。無駄にオーディナースを使う必要があるのかっていう話だが、倒しに行く。使うか。使わない。だったら倒せるでしょう。よしよしよし。まあ、使ってくれた方が嬉しいんだが。いいアイテムがいろいろ出てるな。何を消すべきか。防具を消すかな。ラスト。ああ、防具が邪魔かな。くれあいもやらないかな。防具。ちょっと何とも言えないところだね、これ。いやー、序盤は苦労してるな。先制で。チャリ音がないしな。置かれちゃうでしょ、そうだね。ダイスいいんだよね。やつはダイスがいいんだよな。フライ。まあ、フライしたところでって感じがするが、フライしないと。とりあえずリリースを倒すのに全力を傾けると。ここ上げたいんだけどな。そう、情報手札。ああ、無効化っていうだけで。くれあいに割られちゃうか。わっとっと、変なもんが出やがった。もうレベル上げない。ヒーストから頑張る。意地でもリリスを倒すぞ。先生、相手の先生を無効化にするか。それとも、まあ、シャッター使わない。レベル上げない。アンチエレメントはやっぱ上げないんだ。これどうしようかね。ベストメントで一回行ってみるっていうのが面白いかもしれないね。いやー、全然、どうだろうな。先生を無効化されると負けちゃうかな。あるだ。これはさえでも先に倒しておいていきたいな。せっかくだから。
decoy.何も使わなくても倒せる。まず、おい、飛ぶなよ。<笑>うーん、しか弱いな。<笑>次に水の連鎖を上げられると、きついから、リバイバルしたいところかな。リバイバルでヘルブレとかいろいろ取ってきたら、シャッターがまた。うるさいな。これ、死んでもいいから攻めるがありだな。リバイバルしよう。ないで攻めるか。先制。ファルコンソードで攻めるか。ファルコンソードで攻めるか。そう。こういう時ラスト欲しいんだよね。だからリバイバルしただけどって感じだね。一枚使わせるのはやっとか。厳しいな。読み合いだな、読み合い。うわ。しかし何より、あ、レベル上げの方が良かった、これ。とりあえず、ファルコンソードで一回攻めて、それからリンカネにしようかな。どうしてくるかな、相手が。まさか、リンカネをシャッターか、これ。可能性あるぞ。やっぱり?そういうことしてくるんだ。ベストメントにしようかな。 金はない、なくはないか。お、ザハンドも面白いな。しかし、ファルコンソードで攻めたいのに。これ連続で来るよ、来ない。さあ、どうするこれ。交換か横移動かレベルアゲか。レベルアゲが一番濃厚。グレーブレじゃないと倒せないのに、グレーアイアムがある。ラストが欲しい。シャッターいいね。シャッター、グレーアイ。 一番嫌なのはグレーンのリム。はい。で、ファルコンソードではたぶん倒せるんじゃないかなっていう。待ってしまったが、これはファルコンソードで。いけるでしょう。先生なんだから。30の Y。Y は違うね。Y。Y は一番上。 B 使われるのは一番厳しい。おお、それなら大丈夫。きっと大丈夫。おお、ギリギリじゃねえかよ、お前。アイテムを使わせて、それで落としたから、まあ、よしとしよう。まだもう一枚イビルブラストが残ってるっていうのかな。でもリバイバルしただろう。 クリアイはナイツだった。やっと、取って、ようやくこれだからな。そこも上げられちゃった。リンカネしたいんだけど。リバイバル、さっきしたところなんだよな。ここも倒したい。先生はでも倒せないな。レムリンも倒せない。 うん、これ先制を倒すにはどうしたらいい?30の攻撃力に耐える。うん。ザハンドやってみるか。ザハンドで武器を奪えば可能性はあるか?B で。B で。よし。あとは先制30に耐えられるかどうかだ。頼む、40、40。よし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 。いいよいいよいいよ。
まさかな、リンカネをシャッターされるっていうのはな、ちょっと想定外。ここまではいいんだけど、問題はあの水の連鎖をどうするかっていう話なんだよな。魔力的にはいい感じだが、踏まれると落とされる。さ、やっぱり水をあげる。交換か。そこ上げられるのも怖いな。どっか、うわぁ。リバイバルではないんだよな。リバイバルさっきしたところでしょ。情報、セプター。残り45枚。踏むと終わるけど、レベル上げては無理だ。よし、いいとこは上がった。黄色をレベル上げて、なんとか、勝負に持ち込みたいんだが。うわぁ。きつ。でも2枚目のイビルはもう使ったっていうことで。これまた攻めてくる。攻めてこない。交換するんだ。ずるいな。グレムリン強いんだよな。でもベスト面とかある。おっと、これはいいけど、今は別に何もできない。これ横移動したところでまた元に戻るだけだから、全然よろしくない、ね。だとしても一回横移動させておくか。多少でもレベル上げの、そうだな。踏んだ時の、なんか、被害を少なくするために、1以外なら被害なし。また戻るってことは、戻すってことはレベル上げの機会を奪うってことだから。あー、これでも、グレムリン上げてくるか、これ。ではない。もうそっち上げた。よしよし、真ん中にじゃあ隙ができた。ということは、やってよかったということで、トライアン。レベル上げるしかないな、どっか。トライアップデイ。さて、どっちだ、レベル上げるとしたら。いいぞ、いいぞ。1200上げられんじゃないこれ。いやー、でも66はきついな。いや、でも情報手札。90、30、50。ベストメント3。ベストメント。1200上げないともう勝負にならんでしょ、これ。おらー、武器ない。これは ?90 か。高いな。うわー、10。でも大丈夫、大丈夫。まだ使える。あ、でも、待てよ。よく考えると230踏むと、売っ払うことになるか。やつが踏めば。チャンスはあるが、お、交換。いいね。230踏むと、終わりに近い。強い。Z いいね。リバイバルもいいな。リバイバル。死んだの、バルタンが帰ってくるか、ペガサスが帰ってくる。なんだ、もしかするとワンチャンあるぞ。ウィリス倒せるかもしれない。いや、じゃあバルタンだった。そうか。あ、遅い。やばい、やばい、40G。シャドウアンは30。まずい、ベストメイト50 G だ。しまったなぁ。頼む。ゲーム持ってくれ。ゲーム持ってくれ。とりあえず、通過してください。一回も通過してくれるね。さてと、トライアンフだからな。ラストいいよ、ラストいいよ。ラストいいよ。そう。いやー、来ちゃったよー。先生。これ勝負するしかないよね。そうでもないか。いや、勝負するしかない。イリス。ダメだ。イリス先生50か。こっちが先生出ないとダメだから。B か。B でチャンスあるか。B で行くか。A も行きたいけど B だろ、ここは。あ、向こうも B か。お、アンチャード30、30、30! うわぁ、遅い。70! くっそー、惜しい。やるなぁ、やろう。でも大丈夫。売っ払わずに済んだ。トライアンフのおかげ。
あとはクイックサンドが出ればなんとかなる。さあ何起きるか。わあ、ラスト。わかってらっしゃる。よくわかってらっしゃる。あー、ずるい。ずるい。隙間にすっぽり。そこはバルダンが行きたかったんだよ。いや、でも1500ハムいれば、まだ、もう終わる。おい、ナイスファンタズム。しかし、もうイビル出ないんだよな。とりあえずファンタズム。あー、クリーチャーがいれば。リストメントで守りきってやる。一回ハマればな、チャンスはあるからな。その前にこっちがハマりそうだが。非常に苦しい問題だな、これは。インカネか？一回ベストメントでもいいんじゃない？いやー、勝負はリンカネか。いやー、嫌なタイミングでリンカネ出るな。勝負法手札。アマーグラス、スパイクシールド、ベストメント。悪くないね。多少上げるか。いや、あっち踏んだ時に、追っ払いたくない。一番でかいの奥でしょ。ああ、違うか。さあ、1、2、3、4、5、6。踏んでほしいな。フライ。エースと1、2、3、4、5、6、7、8。エース。これ、どれもいいね。どれもいいから、ちょっと取っといて。オープンで、とりあえず。何が引きたいとも言えないんだよ。エースとで逃げたいから。まあ、何を引いても、ああ、バルダンいいね。ドレマもいい。ドレマもいいが、フライがいらんかな。ここ倒してる場合でもないか。かといって武器がないからこっち倒せないもんな。ここだけ倒せそうだ。終了。はまれ。6。よし、ヘイストで6。お、あ、僕にヘイストだな、これ。くそー。くそー。6! くそー。この間。フライ捨ててしまった。くそー。マンチエレメント。ワンチャンあるか ?1、2、3、4、5、6、7。マンチエレメントワンチャンあるな。ドレマ。してる場合ではない。エースで抜けようとしたんだからエース関係ない。アンチエレメントワンチャンだな、これ。アンチエレメント。ここ。8。中途半端なところ行きやがって。しかし勝負するしかない。これだ。スパイクシールドで勝負しようか。スパイクシールドでかなりの確率で叩けるんじゃないかな、これ。B。そう、使ってくれた。無理か。90の反射。あー、5足りねえ。そんなことある？ちょっと、あ、混乱。おー、よかった。よしよしよし。で、武器もなくなったから、あとは奴が3出してハマれば。よしよしよし。守りきれるかどうか怪しい。うわーっ、3。くそ。やばい。ウッドホーク横移動が目に見えている。もうゴール。もしかすると。まず3100。こう落としたかな。リコール。リコールハメ。ではないな。ワンチャンあるな、リコールハメ。
やばい、やばい、やばい。横移動来る。あ、横移動、横移動来ないか。さて、どう？いやー、勝てないな、これ。このイビルもし、あ、バルタン嬉しいな。さっき来いよな。情報、1300の出しか。向こうで一歩止めたところでって感じだな。こっちも上げようか。191きついな。でもアイテムがない。今がチャンス。そこも上げちゃう。いやでもやつがハマる可能性もあるもんな、これ。スパイミス。ここか。倒せそうなところ。ないなぁ。でも、70は出ないよなぁ。苦しいけど、まあ、ここだろうなぁ。武器が出ないとしょうがないんだよなぁ。こっちか。いや、でも、ここか。武器が出ないと。ここはもう上げるでしょ。こっちか。武器出ないとでもワンチャンないやな。なんで次レベル上げるだろう、こっちにしよう。リリスは踏んだら終わり。これに勝ちたいんだよな。いや、72ぐらい良しとするか。これどうする？交換。あ、移動。ずる。これで、あー、もうゴールが近いな。僕はフライで抜ける。フライ抜けられなそうだな。どうとか出そう。もう抜けた。これはでかいぞ。しかし、ここには勝てない。あとは奴がハマってくれるのを期待するだけ。3!3!死んでくれ。3で死んでくれ。でも、ウッドフォーク。3! うわ、2か。どうだ？うわー、きつ。30プラス50。さっきあれ使っちゃったかな。80。80、80。泡グラスじゃ無理。ベストメントで行ったところで。ギリギリワンチャンあるか。いや、ないなぁ、これ。30増えたところで、60、30じゃないか。次にベストメント取っときたい気がするなぁ。いや、無理だろうなぁ、これ。でも、チャンス。ワンチャン期待して。X。頼みます。ダメかー、強すぎだよ。 HP 上がってチャンスあったかなと思ったんだけど、これかー、オークしかないな。いやー、勝てないなー。でですね、何が必要なんだろう。最初のじゃねえよ。1で死ね、1で死ね。くそ、一回リコールで。ああ、そうか。置いて、リコールで横移動にすればよかった。しまったな。そっちの方が天才的だったな。お金向こうないだろう。じゃあ、どれも無理だな。クソ、置いてからの方がよかったな。一回止めて、置いちゃおう。いやー、きついな、交換があると。もうこれで交換、金がなくなるんじゃない？そう、金が結構ないから。おー、ヘルブレ。落とせるぞ、フォーサイトから。武器。チャリオ。ああ、一応チャリオ。
どっかなんか踏んだ時に、ここでヘルブレか。まあ仕方ないよね。使いましょう。使える時に使おう。向こうがあとハマってくれるかもしれないからな。B B よし、ナイス。グレムリンに麻痺かけておいてよかった。うわぁ、こういう時強くなるんだよな。さっき出ろよな、さっき。僕はでも、あー、僕一周しちゃったってことは、イビルとあれが復活してる。金がなければさ、結局、金がなければ、思考感すると、より金がなくなるから、横移動とかできない。今苦しいんじゃない？いいぞいいぞ。ダメ、可能性はある。もう何時だ？ 108 か。じゃあ援護使えなくなればなと思ったんだけど、そうはいかないか。僕は70に踏むから結局意味ないのか。クイックサンド来た。来たが、クイックかけるしかないんだが、問題は守りきれるかって話だ。おい、クソダイス出んだよ、ここで。しかも3以上だったらクイックサンド使えるのに、今はクイックサンド使えないじゃないか。横移動来る？来ちゃう？来ちゃう？来ちゃう？交換だ。交換で金がない。あー、しかもお前が6だったら僕はクイックサンド使えないじゃないか。くそー。天然ランプロ。あー。くそー、今1以上だ。くそ、2以上だった。3以上だったらクイックサンド使えたのに。くそー、チャリオットも聞く。チャリオットでここを倒す。いやー。ピースト1、2、3、4、5、6。8が出るとまずいか。6以上なら、1出てもらうしかない。1、1、1、1。マジも効きません。1、1、1、1。マジックボール。1! かぁ。ああ、ダメだ。ダメだー。くそー。どっか無理やり落とすしかない。ここ落とすしかない。1、2、3、4、5、6、7、8が出ないと無理か。チャリオットでここ落とせないな。8以上出して、そこを落とせば一瞬止まるか。困るかもしれない。まあ、金がない。8、頼みます。8、よし。ここで落とせば、ワンチャンある。50、出てくれ。さっき出たよね。さっき出たよね。さっき出たから出てくれるよね。さっき出たから出てくれるよね。アブラス関係ない。50出てくれるよね。出てくれるよね。50。40ぐらいでもいいよ。40ぐらいでも。頑張った。混乱。30%。おー。ギリギリ、ギリギリ残った。残った、残った。で、ゴールしない。ずる！これずるいでしょう、ちょっと。しかしこっちもいいもん引いた。で、クイックサンドがある。6畳でクイックサンドではめて、僕もはまるんだが、イコールでまた止めることができる、これ。シャッターいいよ。はまるんだが、いや、ここ、踏んだ時用に金は、いや、踏ませて勝つ。追っ払うとかすげえ悲しすぎるよな。ちょっと。で、クイックサンド、クイックサンド。すごい、すごいダイスで走れ。めっちゃダイスで走れよな。
いやー、あれが怖いんだな。ウッドフォークが怖いけど。先生、多いよ、アイテムは十分。クイックサンドまだ早いか。一回早いか、これ。一回早いか。チャリオットがいらないか、これ。チャリオットがいらないか。クイックサンド一回早いか。もう一回待とう。うわぁ、ひどい。うわぁ、これまたずるい。かなりずるい。サイレンス来た。あー、クイックサンド先に打っときゃよかった。リコールはめ。いや、1500はめればリコールの必要なし。と、見た。クイックサンドだ、まずは。クイックサンド。頼みまーす。からのサイレンス。きつい。でも金は残してあるから売らなくて済む。よしよしよし。82ある。82あればもういける。シャッター。何が来ても。何が来ようと。お前は1500に余るんだよ。いよいよ別に。さあ、5以上。5以上。頼む。5以上。遅いんだよね。なんでこうなるんだよな。パターンだよな、これ。問題は82しかない。サイレンス打つ金が。サイレンス打つと、この辺ハマった時に勝てない。どっちを取るかだな。いやー、サイレンス打たずに勝負。打たずに勝負。どっちみち無理なんだな。サイレンス打ちてー。1,2,3,1,2,3,4 以外。バカ野郎バカ野郎だったらサイレンス打った方がよかった。うわ。それで勝てるかお前。くそ、4以外なのに。40しか出ないだろう。Y で余裕じゃないか ?Y で余裕だろう。ここまではよし。なんか、今768あった。だから1000相手にやったとしてどうだどうだ。くそ、これが1500だったらな。ああ、まだ6000もあるの。なんじゃそりゃ。シャッター関係ないんだよな。どっか奪わないといけないのに、もう僕にはワルダンがないという。くそ、一応サイレンスしておく。いやー、ゴールは5000だから関係ないんだよな。くそー、4が出るとは。でも結局500。あー、ここでヘイスト。あ、そっか、サイレンスはヘイストで上書きできるから意味ないんだな。ワンチャンあったかっていう感じだけど。いや、これ相当苦しいな。ちょっと、ワードハメとかも考えないといけないかな。まあ粘った方だろうと。ちょっと無理だね。序盤のリコールハメは良かったんだけど。戦闘も良かったと思うけど。9分の5。割と頑張ったんだけどな。くそー。